アイギーナ島のアパイアー神殿。アパイアーは古代ギリシアの女神であり、南ギリシアのアイギーナ島で、もっぱら崇拝されていた。その祭司はアテー内にも入り、アテー内にはアルテミス・アパイアーの神殿があったが、本来、アイギーナ島の地方神である。古代ギリシアの地方神の多くがそうであるように、アパイアーは集合されて、アルテミスやクレータ島の女神ブリト・マルティスなどと、 同一視された。すなわち、クレータ島の女神であるブリト・マルティスが、クレータにあって、ミーノース王島に追われ、後にアイギーナ島に逃れて、そこでアルテミス女神の庇護のもと、アパイアーの名で崇拝されたと古代のギリシアの詩人や、歴史家が記している。また実際に、アイギーナ島には、アパイアー女神の神殿跡が確認されており、王子の姿が復元されている。例えば、 アントーニーヌス・リーベラーリスの変身譚の四十章に次のように述べられている、ブリト・マルティスは、クレータ島より遁走して後、アイギーナ島にて船より飛び降り、小さな森へと逃げ込んだ。その地に、今日、アパイアー女神の神殿が立っている森である。ブリト・マルティスは、その後、視界から消え去り見えなくなったので、人々は彼女を、姿を消したものすなわち、アパイアーと呼んでいる。また、 パウサニアスは、ギリシア誌の日刊三十章三節で、次のように述べている、アイギーナ島のゼウスの山へと向かって進むと、アパイアー女神の聖域に達する。ピンダロスはこの女神を称える詩を作った。アポローンのピュートー,オーン退治の穢れを払ったカルマーノールの、孫娘カルメが、ゼウスとの間に生んだのがブリトマルティスであると、クレータでは伝えられている。時をそうやかりを好み、 アルテミスと親しかったブリトマルティスは、ミーノースからの求愛を逃れるため、魚を取るための網へと飛び込んだ。アルテミスによって、女神となった彼女は、アイギーナ島やクレータ島に姿を現した。アイギーナ島では、アパヤー、クレータ島では、リクティーナとして知られる。ブリトマルティスはアルテミスに庇護された乙女であり、アパヤーもまた、アルテミスに関係する、森の女神であって、 アイギーナの女神、アパイアーが、クレータ島の女神ブリトマルティスと同一視され、さらにアルテミス女神そのものとも同一視されていた。アパイアーの名は、ギリシア語としてみると、薄暗い、かすかな光の陰鬱なを意味する形容詞、パイオス、ファイアルファイオタの女性型に、規定の説当時、アルファがついて形成されたものと理解でき、薄暗さが否定されるとき、かすかな、 明るさの意味となる。また、動詞、ファイアルファイオタニューミューアルファイオタ、ファイアルファイオタニューオメガの否定同士の分子よりの、派生型としての、アパネースのバリエーションとして、姿を消したもの、乙女という意味になる。アパヤー女神は、また、ラプリアーとしても知られた。アパヤー女神は、クレータでは、甘美の乙女にして、しかしアイギーナでは、姿を消す女神であり、アルテミスと 同一視された通り、森のところ女神で男を殺戮する恐ろしい女神でもあった。アパヤー女神神殿の彫刻群、アイギーナ島には古代のギリシアやローマの神話記述者や詩人が記した通り、アパヤー女神の聖域と神殿の遺跡が残っており、女神の像もまた発見されている。女神の神殿は紀元前6世紀から紀元前5世紀のものであり、 13.75メートル X29 メートルの壮麗な建造物であった。この神殿跡で発見された東西の彫刻キリズ妻壁にはアテーナアメガミを中心にトロイエ戦争の勇士たちが浮き彫りにされていた。このキリズ妻壁は1811年にドイツのミュンヘンに運ばれ、バイエルン王ルートビヒ一世がこれを購入し、修復して彫刻像に作り変えた。 彫刻像群は、現在、ドイツのミュンヘンに所在する、グリプトテイク美術館に展示されている。神殿は、現在もその構造を残してアイギーな島に残っている。パウサニアス、ギリシア紀、流刑化記者、1991年、PP154 から155。ありがとうございます。